市の地名。1989年現在の面積は3.225平方キロメートル半農半魚の地域で地区は2つに分断されている島市西部に位置する隣接する浜島町檜山路によって地区は2つに分断されており浜島町塩屋の本村と飛び地からなる中心集落は アゴアニ沿岸、清水川の川口付近にあたる、塩屋の南部に集中している。北と、東は、浜島町ハ間湖、西は、浜島町日山路と接する。飛び地については、北は、浜島町日山路南は、浜島町、浜島、西は、浜島町南張りに接し、東は、アゴアンに面する。塩屋沖のアゴアンでは、 真珠や海苔の養殖が行われている。古代には、漁業は盛んではなかったが、塩屋の出境と伝えられるハサマコやヒヤマアロでは、白ウオを取っていた。江戸時代には、島国和五群浮方組に属し、鳥羽藩の配下にあった。江戸時代を通して、村高は百十一国余りだった。漁業はほとんど行わず、真珠貝を必要に応じて上納する程度であった。 明治と平成の二度の大合併を経験し、現在まで大技として存続している。1948年8月15日に、浜島町議会は、塩屋飛地の宅井裏を埋め立て、浜島町立浜島中学校の敷地を造成する、ことを、決議、1950年2月2日から浜島町の、すべての中学生が新校舎への通学を開始した。 また、浜島中学校近くの旧市づくりの丘は1970年から330個の宅地が造成され、塩見生と名付けられた。塩見生は、宅地開発後、浜島町市親から浜島町浜島へ所属地区が変更となった。塩屋地区にある、小児釜向き、倉本の浜で声援が行われていたことにちなむ。生演は、明治の初期まで行われ、 伊勢国山田等に売りに行く商人がいた。2019年7月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。1746年以降の人口の推移。なお、2005年以後は国勢調査による推移。1746年以降の世帯数の推移。なお、2005年以後は国勢調査による推移。 私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。浜島中学校は、塩屋の飛び地にある。2009年度まで、塩屋は、島市立浅間塩小学校の学区であったが、浅間塩小学校が、浜島小学校と統合したため、現在は、浜島小学校に通学している。塩屋には元来、漁業を修行とするものはなく、 漁業権は浜島漁業共同組合が免許を有していた。近隣のハサマコやヒヤマロも同様であった。その後、地崎海面漁業権の獲得を目指して、塩やハサマコ、ヒヤマロの住民と浜島漁協が激しく争い、1903年6月に入漁権の契約が提携された。しかし山地区にとっては、わずかな権利が得られたのみであった。 続いて1907年1月に新宿各漁業圏の争いが勃発、山地区は浜島漁協に漁業圏管理を委託、各地区は個数に応じた配分金を受け取ることで決着した。こうして漁業圏で苦い経験をした山地区は浜島漁協に対抗するための組織の必要性を痛感し、1911年に挟ま腰や ヒヤマ漁業共同組合を発足させた。事務所は、ハサマコに置き、塩屋からは37人が組合に加入した。しかし、浜島漁協の漁業権免許更新期が来るたびに、漁業権獲得に向けて戦うも勝つことはなく、浜島漁協から太与という形での創業を続けた。1944年には、組織名を、ハサマコ塩屋、 ヒワマロ漁業界と改めた。第二次世界大戦終結後、1949年に、ハサマコ地区が、ハサマコ漁業協同組合を設立。塩屋も、翌1950年に、塩屋漁業協同組合を設立した。その後、塩屋地区単独での漁協経営が長く続いたが、2002年7月1日に、 阿アアン湾岸の漁協が大合併して、島の国漁業共同組合が発足、塩屋支所となった。さらに2010年2月1日には、三重県南部の漁協の広域合併により、三重外湾漁業共同組合が発足、島支所浜島事業所潮屋となった。ありがとうございます。